でも長いね。よっしゃ。よし、ご。気合が入ってるな。気合入ってるな。しましたしました。そば組んでやってくれよ。一言添えとくけども。すいません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 。一番前座ってんすか。いや、何よ。席上あんの？ないですよ。諸葛孔じゃないんですから。じゃあどこだっていいじゃん。諸葛は後ろの方に座るようになってんですよ。あ、そう。席上あんの？ないですよ。小学校じゃないんですから。じゃあどこだっていいじゃん。忘れんじゃないよ。バイサク、何してんだ。青島さん、これ使ってくださいよ。あ、ありがとう。僕思ったんですけど、抜いた安全ピンの先っちょ突っ込んでおけばいいんじゃないですかね。すいません。戻りなさい。すいませんでした。抜いた安全ピンの先っちょを突っ込んでおけばってね、いくらなんでもやばいと思いました。すいませんでした。もう次大丈夫です。わしたわしたすいません。はい、頭から。もした大丈夫です。ちょっと溜まっておりましてですね。すいません。青島さん、これ使ってくださいよ。あ、ありがとう。僕思ったんですけど、抜いた安全ピンの先っちょを突っ込んで、すいませんでした。もうまた先っちょって言いましたよね今ね。本当すいません。やりすぎ。大丈夫ですから。研修どうでした？眠ってました。やっぱり。雪乃さん、試験に合格したら湾岸署に来るんですか？もちろん希望出します。そっか。雪乃さん、基地研に合格したら、あ、ちょっとごめんなさい、すいません。今、口剣って言いました。本当に婦人警官でいいんですか？ええ、どうして？いや、国家公務員試験受け…あ、ごめんなさい、すいませんでした。はい、はい、すいません。真下さんです。誰聞いてもわかるじゃないか。みんなのお子さん、休日なんで仕事場に見学に来てるんです。日頃のお父さんの仕事を知ってもらうために。日頃と全然違うじゃない。みんなのお子さん、休日なんで遊びに来たんです。お父さんの仕事を知ってもらうために。日頃の、うん、日頃の、うん、忘れたね。すいません、ごめんなさい。はい、すいません。申し訳ございました。マシタです。マシタです。マシタ君、試験勉強でしょ。じゃあ、いや、いや、そりゃこいつが幹部候補のキャリア組だからって、そりゃノンキャリー差別ですよ。ごめん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 。すいません、すいません。はい。真下さんって、若い刑事、彼、警部補なんですか？ああ、キャリア組、第一方面本部長の息子、5年後ここの副署長。幹部候補生ね。警察署はアパチ取り出じゃない、会社。ああ、幹部候補生ね。警察署はインディゴじゃなかった。やったって喜ぶな、お前。ごめんなさい。さっきの話だが、君も刑事になったんなら、事件が解決したら忘れるんだ。そうでなければいくつもの事件に対処なんかできない。被害者の遺族には給付金が出る。起こしちゃいました。ゆきのさんは？あ、家にいます。もしもし、青島ですけど。あ、すみれ、室井管理官から電話あった。室井さんが俺に？あ、起こしちゃいました。すみれさんは？あ、すみれさん？あ、ごめん。
やだまだつまかない、はい、やだい、ほとんど無意識だったな。はい、すみれさんどうぞ。あ、すみれさんじゃない、ごめんすいません、ごめんごめん、ゆゆきの、伸ばすのね。相手を一方的に好きになって後をつけ回すんです。なんでつけ回すの？好きだからです。好きなら声かけりゃいいじゃん。つけ回すのを恋愛だと思い込む人間がいるんです。で、どういう犯罪なの？このストッカーって。そのストーカーです。ああ、伸ばすのね。相手を一方的に好きになって後をつけ回すんです。なんでつけ回すの？好きだからです。好きなら暴力振るえよじゃないそれ本物だ、本物なんですよ。春の交通安全キャンペーンの一環としてあなたを湾岸署の一日署長に任命いたします。え、今の芝居だったんだよ。思わず嬉しくなっちゃったっていう。あら、もういい芝居だったんだけどね。え、ちょっと、俺は分かってましたよ。なんだ。ああ、この間の会社役員が殺された事件の日後、ごめんなさい。いいえ、どうか。あれ、なんだ。ああ、この間の、ごめん。いいともいいとも。会社役員。なんだ。ああ、この間の会社役員が殺された事件の報告書です。どちらのも見てんだ。被害者の一人娘に対処。おお、ショックで口が引けなくなったっていう。昨日の夜病院からいなくなったんですよ。彼女ロスの大学を2ヶ月で卒業できたところ、どうしたそれ。ああごめん、イエーイ、勝ったね。久保田さんです。ご同行いな、が、室井さんが規則を破ったのは別に皆さんに反抗するわけじゃないんです。ただ現場がね、どういったものか直接見てみたかったんです。うん、だって室井さん現場のこと何も知らないんですもん。一緒に捜査してて足手まといで、もうちっとも使えませんでした。最低。足手まといとは何だ？あれ？なんだっけ？あ、ごめん。あんなもんじゃないよ。ごめん、ごめんなさい。すいません。何言ってんの？あんなもんじゃないよ。普段の俺たちってのは。